プロ野球すごいやつ列伝7村山実、魂を込めた全力投球から繰り出す速球とフォークボールで打者をバッタバッタと打ち取っていった大投手がいました。それがミスタータイガース村山実です。彼は最多勝利2回、最優秀防御率3回、最多奪三振2回、最高勝率1回を獲得し、沢村賞を最多タイの3回も受賞。通算勝利は222勝、通算防御率は 2.09 という素晴らしい成績を残しました。特に1970年に記録したシーズン防御率 0.98 は規定投球回数での戦後唯一の0点台、驚異的な数字としか言いようがありません。それではこのすごいやつ村山実をご紹介していくことにしましょう。魂の全力投球ザトペック投法。村山実は1936年に兵庫県神戸市北区で生まれ、住友工業高校の時甲子園出場はかなわなかったものの県の優秀選手に選ばれました。卒業後は立教大学セレクションに落ちて関西大学に進み、2年時にはエースとして大学日本選手権で優勝。東京六大学以外、また西日本の大学として初めて日本一を成し遂げました。この時のキャッチャーは後に阪急、オリックス、日本ハムで監督を務める上田俊治でした。1957年の4年時には多くのプロ球団から声がかかります。特に巨人は立教の長嶋茂雄をしのぐ契約金2000万円を提示したとのことです。しかし村山はそれを断り、契約金500万円で大阪タイガース、現阪神タイガースに入団することになりました。巨人に対する意地もあったのでしょうが、阪神電鉄の社員として雇用されるという付帯条件があったことも大きかったと言われています。こうしてプロ入りした村山は1年目からすごかったのです。18勝10敗、防御率は 1.19 で最優秀防御率のタイトルを獲得。沢村賞も受賞しましたが、新人王はこの年31本で本塁打王となった大洋ホエールズ現横浜 DeNA ベイスターズの桑田武史でした。こうして新人の時から高いポテンシャルを見せつけた村山は早くもタイガースのエースとなりました。村山のデビュー年1959年は特筆すべき年でした。まず3月の対巨人オープン戦で初代ミスタータイガース藤村文雄の引退試合が行われ、新人の村山が初登板しています。それはあたかも初代から2代目のミスターの引き継ぎ式のようだったのかもしれません。開幕後は4月14日の国鉄スワローズ現東京ヤクルトスワローズ戦で公式戦初登板初先発し、金田正一と投げ合って2安打完封勝利という衝撃のデビューでした。5月21日の巨人戦では9回14奪三振で巨人打線を無安打に抑えながら、野手と自身のエラーで2失点を喫し、世にも珍しいノーヒットアリランという記録を樹立しています。6月25日、世に言う天覧試合が行われ、先発小山正明をリリーフしましたが、長嶋に左翼ポール際へのサヨナラ本塁打を打たれてしまいました。微妙な判定であったため村山は生涯あれはファールだったと言っています。以来村山対長嶋のライバル関係が出来上がったのでした。デビュー年から大活躍した村山の投法を見て、人々はヘルシンキオリンピックのマラソンで金メダルを取ったチェコのザトペックの走り方になぞらえてザトペック投法と呼びました。村山の闘志むき出しで気迫あふれる全力投球をする姿が、人間機関車と呼ばれたザトペックの姿と似ていたからでした。
たとえ10点リードして9回最後のバッターであっても、気を抜くことなく全力投球した村山のピッチングは人々に勇気と感動を与え続けたのでした。ミスタータイガース、通算14年で222勝、うち完封勝利が55度、20勝以上すること5度、生涯防御率は 2.09、 セリーグ記録、通算ウィップは 0.95、 日本記録などなど、数々の大記録を打ち立てた村山投手の決め球はフォークボールです。1962年、25勝を挙げリーグ優勝に貢献し、最優秀防御率、ベストナイン、シーズン MVP にも輝いた年、村山はこの年をフォークが完成した年と言っています。シーズンでの大活躍、惜しくも日本一を逃した東映フライヤーズ兼北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでの活躍、その後行われた日米野球で野村克也とバッテリーを組んでデトロイトタイガース相手に完封勝利を挙げたことなど、ピッチングが一段階レベルアップしたのもフォークボールが完成したからだったのではないでしょうか。デトロイトタイガースを完封した試合後、敵将のシェフィング監督が来年はうちに来ないかと言ったほどでした。もし村山が大リーグへ行っていたらと考えるとロマンが膨らみますよね。63年は怪我のため前半戦を休みましたが、後半8月の巨人戦でリリーフ登板した際、カウント 2-2 から自信を持って投げた球をボールとコールされた村山は、どこ見とるんや、わしは一球一球命かけて投げとるんやと抗議、暴言を吐いたとして退場させられましたが、このエピソードからも村山がいかに魂込めて全力投球しているかがわかります。さて、1964年は22勝を挙げリーグ優勝に貢献、1965年も25勝、防御率 1.95 で最多勝、最多奪三振、ベストナイン、沢村賞受賞と素晴らしい成績でした。この頃からオーバースロー、スリークォーター、サイドスローの三段投法を駆使した結果でした。日々研鑽し、絶えず改善、レベルアップしていくという村山の努力はその後も続き、66年は24勝で最多勝、最多奪三振、ベストナイン、3度目の沢村賞に輝きました。こうした大活躍でいつしかファンからミスタータイガースの称号を得ることとなりました。天覧試合以来のライバル、巨人の長嶋茂雄との対決も巨人対阪神の黄金カードと相まって、日本中のプロ野球ファンの注目を集めました。一方の長嶋もミスタージャイアンツと呼ばれていましたから、ミスター対ミスターの対決は一世を風靡したものでした。1500奪三振、2000奪三振のメモリアルも長嶋からでした。村山対長嶋の対戦成績は302打数85安打の打率2割8分1厘で本塁打21、奪三振は39でした。兼任監督で防御率0点台を達成。1970年、この年から選手兼任監督に就任しました。7月に200勝を達成し、投手として14勝3敗で最高勝率を獲得しました。それ以上にすごいのは防御率です。なんと 0.98、 規定投球回数以上では戦後唯一の0点台であり、現在に至るまで誰一人として達成した投手はいません。この記録のすごいのは監督兼任での達成だということです。このシーズン、巨人との首位争いのデッドヒートで心身をすり減らしていた最中、
投手として最高のピッチングをすることは至難の業だったに違いありません。しかしそれを成し遂げたのです。ペナントレースは惜しくも2ゲーム差の2位でしたが、敵将川上哲治監督をしてあっぱれと言わしめました。選手兼任監督でこれだけのことができたのは、2リーグ以降南海をリーグ優勝させた野村克也しかいないでしょう。1972年監督を退任し、現役もこのシーズン限りで引退しました。引退試合は翌73年3月21日甲子園球場での対巨人オープン戦でした。村山は7回、江夏裕太から投手陣が作る牙に乗って登場し、捕手の田淵幸一に今日は全部フォーク、あとはコースだけと言い、巨人の誇る打者高田茂、末次俊光、王貞治をフォークで3者連続三振に切って取ったのでした。背番号11はその年以降阪神の永久欠番となりました。その後1978年に羽田正一を会長として発足した日本プロ野球名球会に入会しました。入会資格は昭和生まれで、打者は2000本安打以上、投手は200勝以上というものでした。ちなみに大卒選手で200勝以上した名球会会員は村山と203勝の黒田博樹だけです。1988-89年にも阪神監督となりましたが、6位5位と思うような結果は得られず、グラウンドから離れテレビの野球解説者として活躍しました。1993年野球殿堂入り、1998年8月22日逝去、61歳でした。魂のこもった全力投球で数々の大記録を打ち立て、プロ野球隆盛の功労者となった村山実氏、その姿はいつまでも私たちの心に感動とともに生き続けることでしょう。以上、プロ野球すごいやつ列伝、村山実でした。ご視聴ありがとうございました。